諸君らの一部に最近では司令部が懲罰部隊も有効な戦力だと思い始めている。そう噂を流す者があるようだが、それは間違いだ。諸君らは自らの罪を任務達成をもって償っているに過ぎない。そういうあんたは勲章をもらいながらな。独房、連れて行け。では作戦を説明する。次はエルジア領内に侵入しての作戦だ。北のワイアポロ山脈にあるエルジア軍通信施設が敵の無人機軍に関連する重要施設だと分かった。貴様らの任務はこの施設を破壊し、敵無人機軍を弱体化させることとなる。だが敵にとっても簡単に破壊を許せる施設ではないのだろう。一帯は偵察衛星によって常時監視されており、発見されれば対空ミサイルが飛んでくる。その餌食になりたくなければ、山腹から麓にかけて発生している雲にすがるしかない。雲を遮蔽物とし、衛星から隠れられればミサイルを振り切れるやもしれん。ミサイルが発射されたら雲に逃げ込んで祈ることだ。ミサイルに撃墜されるか、岩場に墜落するか、選ぶ自由くらいは与えよう。囚人ども、仕事の時間だ。直ちに任務に取り掛かれ。
破壊を計画したレーダーサイトはこれで全てだ。衛星と連携したミサイル誘導システムも機能を停止しただろう。誰か雲の上を飛んでみろ。あんたの機体でやればいい。いい提案だ。続きに飢えてたんだ。見てもらおう。いや待て、どうした、バンドック。こちらは第444航空基地飛行隊、そちらの所属を明らかにせよ。近くにこの数がいるとは聞いていない。接近中の味方機、応答しろ。正規軍様、懲罰部隊とは話したくないとよ。おい、レーダー照射を受けてるぞ。 IFF では味方だぞ。ちょっと待て、ちょっと待て。まさか特戦隊だなんて言わないかな。まもなく到達。
突。このまま飛んでても全滅だ。どうしようってんだ。こちらにミサイルが向かった。見ろ。任務は成功。他に特に言うべきこともない。解散。待て、カウント。記録によればお前の撃墜数は日に日に増している。虚偽の報告をしているのではないだろうな。まあよい、他の連中を少しは見習え。こんなゴミためからは逃れてやる。奴らが稼いだ撃墜数で俺は軍中央へ返り咲くのだ。